行くで、行ってるで、おっと、いざ勝負。
選びに行き、この日、ついぞ訪れたか。全員、聞こう。我らを導きたまえ、いざ勝負。無駄な努力をやめたら、無駄な努力をやめたら？やっ、諦めなさい。降参しなさい。取るに足らないわ。地面にいくつか花火が落ちてるのを見かけて、ちょっといじってみただけなの。そしたらうっかり導火線に火をつけちゃって、消そうと思ったんだけど間に合わず、花火が打ち上がってしまって。じゃあ敵はいないのか？よかった。おいら、てっきりお前が悪い奴らに包囲されたのかと思ったぞ。ごめんなさい。
君たちを心配させるつもりはなかったの。でも幸い、近くに砲塔団の残党はいないみたい。この件はこれで解決ね。やったー！これで花火が盗まれた件も一件落着だな。悪い奴らの思惑通りにならなくてよかったぜ。あんなに綺麗な花火が、あいつらのせいで無駄になっちゃってたら、オイラたちの楽しみも一つなくなってたからな。そうだ！国政は花火大会の責任者だし、花火を見るのにいい場所を知ってるんじゃないか？もちろんよ。花火鑑賞に最適な場所は、軍玉閣を置いて他にないわ。安心して。私たちの約束は覚えてるわよ。でも今は一旦総務省に戻って花火の一件の後処理をする必要がある。この件に関することは私に任せて。本当にお疲れ様。空き時間を利用して城内を歩いてみて。終わったら私も君たちの元に向かうから。そっか、絶対来いよ。ええ、約束よ。ふぅ、国政は忙しいな。終わったら来るって言ってたけど、本当に終わるのかな。なんで行幸が心配してたのか分かった気がするぞ。このままだと国政は解答祭を逃しちゃうだろうな。そうだな。勝利と会う約束をしてたし、休みに関することもいろいろ分かった。それを勝利に伝えようぜ。勝利は三杯酔いでオイラたちを待ってるって言ってたから、そこに行こう。今回の事件はひとまず収束したけど、気を緩めてはダメよ。今後このような事件を発生させないためにも、警察総付近の見回りを強化し、他の花火の設置場所にも人員を合理的に配置する必要があるわ。は、国政様。そうだ、前に仙巌軍の見回り経路を増やすと総務省が言っていたけど、その件はどうなったの？すでに手配しています。しかし様々な理由から未だ城内にいくつか行き届いていない場所がありまして。新しい見回り図はできてるのかしら。私にも一つちょうだい。時間があるときに見るから。かしこまりました。見回り図はまだ作成中ですので、今しばらくお待ちください。そう、それと国政様、ご友人がいらしたようです。国政、まだ忙しいのか？花火は見に行かないのか？あら、約束は軍玉閣だったはずだけど、どうしてここに？オイラたち、お前の言う通り城内を回ったんだ。景色がすごく綺麗だったぜ。お前もいたらよかったのに。些細な事務よ。別に急を要することじゃないわ。ただ、もともとこれらのことは早々に処理しようと。どのようなことでも私たちにお任せください。国政様はずっとお忙しかったのですから、そろそろお休みになられてはいかがでしょうか。私のすごく大切なことなんだ。今すぐお前に伝えなきゃいけないくらいな。そうなの？じゃあ慶長、ここは任せたわ。かしこまりました。旅人、パイモン、話なら軍玉閣に行きましょう。あそこは景色が良くて人も少ないから会話するのにぴったりよ。うん、ここでいいわね。話したいことって何？おう、この美しい景色と一緒にお前に聞かせたい物語があるんだ。いいか、
いいわよ。しかと聞かせてもらうわ。オイラたち、さっきテイワットで大変なことが起きてるって話を耳にしたんだ。すっごい料理人が厄介な問題に遭遇してるって。ん？リーユへの料理人かしら？瑠璃邸の人？それとも新月軒？そう、モンドの料理人、すごい美味しい料理を作るんだ。その人は縄文近くで店を開いてて、料理の腕もすごくいいし、早くて美味しい料理を作れるからお客さんもどんどん増えていったんだ。隣の花屋の店員はそんな忙しい彼を見て、そろそろ人を増やした方がいいって言ったんだけど、料理人はその言葉に耳を傾けなかったんだ。この良質な食材を素晴らしい料理にできるのは自分しかいない、他の人では助けにならない、彼はそう言ってた。いい料理を作るには自信を持つ必要があるわ。彼はいい料理人のようね。彼の周りの人もそう思ってたんだけど、それから半年後、店には誰も来なくなったんだ。ん？驚いただろ？理由を聞きたいか？忙しすぎて病気になったとか？ブッブー、不正解。答えはお前から言ってやれ。正解！料理人は頑固なせいでそうなっちゃったんだ。彼は忙しすぎて毎日料理を美味しく作ることやお客さんをもてなすことだけを考えてた。でも自分も同じように食事や睡眠を取らなきゃいけないただの人間だってことを忘れてたんだ。そいつは食事をする間もないくらい忙しくて、自分の作った美味しい料理を食べる暇もなかった。眠くなっても人に頼ることなく、自分にしかこの世で一番美味しい料理を作ることはできないって堅くなに思ってた。その後、人々は彼を説得できないと諦め、そいつから離れていったんだ。それで本来の料理の味を忘れちゃったそいつ自身も腕が落ちていった。そして結局店は潰れちゃったんだ。なるほど、過度な自信はかえって人を失望させる、そして物事を急いでやるとかえって立場を失うということね。それで物語はこれでおしまい？そうだ、もう続きはないな。いい物語が作れたって言ってただろ。作れた？実にシンプルで気になるような続きもない物語だったけど、何事も行動する前に己の限度を知り最善を尽くす。私も当然その道理を頭では分かっているけれど、自分のこととなると時折それを見失ってしまうのよね。ええ、高い山を登ると山々の間にある雲が見え、船に乗ると海の上にある霧が見える。だからこそ
時々自分がどこにいるのかを確認し、霧を払い、本心を見極めなければならない。じゃあ、今の国政の本心は何なんだ？私の本心。私の本心は、時間がゆっくりと流れるようになってほしいってところかしら。その機会に城内を巡って、会うべき人に会ったり、見るべき花火を見たりしたいわ。思い返すと、昔の私は今よりもせっかちで、私と一緒に仕事をする人は、みんな3ヶ月と持たずに辞めていた。君の言う通り、程合いは非常に重要ね。でも、私もちゃんと進歩しているのよ。それはわかるでしょ？それに、君とパイモンとも約束したわよね。一緒に、今年の花火大会を見る約束。だから、この良き回答祭を祝して、旅人、パイモン、君たちと一緒にいられて、とても嬉しいわ。今回の花火大会の責任者は私で、私も自分のできる最善の努力を尽くしてきた。何があっても、君たちに今回の盛大な行事を楽しんでもらいたいの。こうして足を止めて花火を鑑賞し、リーユエコーを眺める。とても幸せなことね。回答祭を祝して！回答祭を祝して。それと、ありがとう。様が用意したものが届きました。旅人、ここで少し待ってて。動かないで。ああ、重要なことみたいだな。専属したペアが作ってくれたの。異国風らしいけれど、どう？似合うかしら。はあ、すごく綺麗だ。そろそろね、旅人。今年の回答祭の目玉、花火大会を楽しんでちょうだい。と洒落た服を着てるじゃないか。見識ある北斗船長に褒められるなんて、この衣装も報われたというものね。それはいいな。
りなんだ。いいもん食わねえと。薬先生、診療お疲れ様でした。ありがとうございます。お気になさらず。怪盗シャイ、あれ、あれ見て。怪盗シャイを祝して。怪盗シャイを祝して。